脂肪をどんどん燃やして綺麗に痩せる方法をお伝えします。脂肪がどんどん燃えてくれたらこんなにいいことないですよね。そこで、私も実践しておりますこの脂肪がこうどんどん燃える、まあ、体質に変わって結果綺麗に痩せるその方法をお伝えしていきたいと思います。それは何かと言いますとこちらです。生姜白湯を毎日飲むことなんです。この生姜白湯ですね、使うこのお白湯なんですけれども、お白湯だけでももちろんね痩せるあの効果は大きいんですね。この動画以外にですね、実は別の動画でこのお白湯の詳しい作り方であったり効能をご紹介しておりますので、この動画をご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますから、そちらもチェックされてみてくださいね。では、この動画ではこの脂肪をどんどん燃やせる生姜白湯の、まあ、作り方、飲み方、そして効能をお伝えしていきたいと思います。私ですね、まあ、いろんなお白湯、まあ、飲んでるんですけれども、生姜白湯ね、一番大好きと言っていいほど本当に重宝している飲み物なんですね。なぜかというと私自身がですね、冷え体質なんです。ものすごくやっぱり油断すると体冷えていきやすいタイプなんですよね。そこでこの生姜白湯を飲むことで体をこう芯から温めて血行促進をして、結果その腸内環境がどんどん活発に動いてくれてですね、そしてやはりこういったこう体型がこうキープできている、もう本当生姜白湯様々なわけなんです。では具体的にその生姜白湯の作り方なんですけれども、まあ、別動画でもチェックしてみてくださいね。ここではちょっと簡単にお話ししたいと思います。まず作ったそのお白湯を1カップカップに入れます。そこに生姜チューブ、まあ、小さじ1であったり、もしくは生姜パウダーですね、大さじ1を入れて、まあ、よく溶かして飲むというのが、まあ、簡単な、まあ、方法ですね。でまた別の動画ではこういったもう本当のこの生姜を、まあ、2、3枚ですね、スライスしたものをこのお白湯を作る時にも一緒に入れて沸かしてしまうという方法もあります。私はやっぱりこちらの方法ですね。この生姜を切ったスライスしたものをもともと入れてしまってから作って飲むというのが、まあ、おすすめですね。で時間がないとか生姜切らしてたっていう時はこういった生姜チューブとかパウダーでも代用できますから、臨機応変に作ってみてくださいね。そしてこの生姜が持つパワーがですね、もうすごいんですよね。こんなにザーッと並べただけでもあるので、もう私もびっくりしましたね。生姜すごいって思いました。まずはその私のようにですね、まあ、体がこう冷える体質の方であったり、実はこうふうふう暑がっていらっしゃって汗をいっぱいかく方も体の中は冷えているっていうことがねあるんですよ。なので私は暑がりだからと思っていらっしゃる方も、実はその表面は暑いけれどもその臓器内臓が冷え冷えという方は逆にふうふうとね汗をかきやすいっていうね場合もあるんですよ。そういった方は隠れ冷えと呼ばれている体質の方です。いずれにしてもやはり体を温めて血行良くしないとやっぱり痩せ体質にはなれませんから、どんなタイプの方もですね、やっぱしっかり体を冷やさずに、特に女性は気をつけていただきたいと思います。なので、まあ、生姜が持つ効果としては1、血行促進、2、成長作用、3、抗炎症の作用、4、鎮痛作用、5、血液サラサラ効果と、もうねこれだけ聞いたらもう早く飲みたいって思っていただけたと思うんですけれども、で特にその痩せるというところにまあ特化したお話であれば1番2番なんですよね。もうまずはとにかく体が温まっている方は基礎体温も高くって、結果血行が良ければですね、もう自然とやっぱり痩せ体質になることができるんです。でなぜかというと、体がこう温まっている方、血行がいい方というのは成長作用、要はあなたの腸内環境が整いやすくなるから結果痩せることができるんです。で逆を言いますと、例えばデブ菌と言われる悪玉菌が多い腸内環境の方、悪玉のコレステロールが高い方っていうのは、もうどんなに食事制限を頑張ったとしても、どんなに運動で鍛えて筋肉をつけたとしても、決して、継続的に痩せることはですねできないです。
なぜかというと、そもそもその太ってしまう体質にもなってしまってらっしゃるからなんですね。なので腸が整って痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてくれれば、あなたは痩せ体質へと自然に生まれ変わることができます。そうすればあなたはですね、こう健康的にお痩せになることができるんです。また痩せるだけではなくって、太ってしまったことで腰痛が出たり頭痛が出やすくなったり疲れやすくなったり、もう本当にプラスアルファですね、不定愁訴、こう体調不良がやつね、大なり小なり起こってるはずです。そういったところも一緒に卒業しませんかということですね。さあいかがだったでしょうか。この生姜茶湯を飲むことで、あなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができて、結果本当にですね、この痩せた状態を今度キープすることができるんですよ。さあこの生姜茶湯をこう今すぐに取り組んでいただいて、あなたご自身と、そして周りの大切な方々へもどんどんシェアしていただいて、元気で綺麗な女性を増やしていきましょうね。ご一緒にあなたから幸せの輪を広げて差し上げてください。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。